今回2001年生まれの黄金世代を代表して対談するのはバレーボール男子日本代表高橋藍。東京オリンピックでは最年少の19歳で代表入り、さらにイタリア、セリエ A で活躍すると、先月には主要国際大会46年ぶりとなる銅メダル獲得に貢献。その甘いルックスで多くのファンを虜にしています。そしてバスケットボール界からは河村勇輝。当時 B リーグ史上最年少の18歳でプロデビューを果たすと、昨シーズンには史上初となる MVP と新人賞をダブルで受賞。抜群のパスセンスと圧倒的なスピードで日本の攻撃を牽引する若き司令塔です。この夏パリへの切符をかけたワールドカップに挑む2人。この若さにしてバレーボールとバスケットボール界の未来を背負う2人は今何を思うのか。互いのファンクラブによって実現したスペシャル対談で熱く語っていただきます。まずは久しぶりに会うということで、やば元気、ありがとう。二人きりの海沿いトークから、じゃあ、何回も言われたの、河村選手が身長低いんで、高橋選手に合わせると上がこうやって持ってこうやるになっちゃうから。最初話し始めた LINE じゃなくて連絡し始めたのが、あれでしょ、俺が多分イタリア行ってる間で、イタリア行って、そうだね、確かそんな感じだったね。インスタでやり取りして、いろんなこと聞きたいがダメに。あの時めっちゃ話したよね、自由の女神ですか。だよね、自由の女神、映れ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 、レインボーブリッジ。2人きりの